全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病の改善には適度な運動、規則正しい生活、バランスの良い食事、十分な睡眠、無理をしない、太陽の光を浴びる、適切な薬を飲むといったものが挙げられます。これらはうつ病の治療をしている人にはよく知られていることですが、ガムを噛むことがうつ病予防に効果的という見解があるのをご存知ですか？ガムを噛むことを推奨しているのは精神科医の吉田健一医師。吉田医師によると、ガムを噛むことで一定のリズムの咀嚼運動が生じ、それがセロトニン神経を活性化させてうつ病改善につながるそうです。たった一粒のガムを口に入れるだけですので、仕事や家事など日常生活を送りながら気軽にうつ病予防ができるというものです。適度な運動や規則正しい生活が難しいほどうつ病の症状が悪化している場合や、うつ病の予防をしたいという人はガムを噛む習慣を身につけてはいかがでしょうか。私も以前は仕事の集中力を高めるためにガムをよく噛んでいました。とりあえず今日の帰りにでもコンビニでガムを買ってきます。あなたも一度試してみてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。